はいどうも、水んです。昨日近くにあるインドカレー屋さんに夜ご飯食べに行ったら、新興宗教のババアに勧誘されました。まあ、そのインドカレー屋さんは、まあ俺よく飯食べに行くんだけど、まあ、入り口から見て縦に3列4人掛けのテーブルがあって、1列目に店長さんと勧誘のババアが2人、まあ、計3人座っていたのね。 俺は入り口から2列目でカレーを食べていたら、まあ、後ろの方で何やら新聞らしきものを示しながらこれから生命保険会社は潰れるからやばいですよ日本は借金1000兆円あるから今後経済が破綻しますよでも「南の妙法蓮華経」と唱えれば大丈夫 みたたいな話をしてたんだよねでこれちょっと面白そうだなと思って、まあ、俺も難をつまみながら後ろの会話がどうしても気になってチラチラ見ていたら店長さんが涙目になりながらこっちの方に「助けて!」ってアイコンタクトを送ってきたんだよで俺も正直、まあ、近くで飯食っててうっとしいと思ってたし 何よりも店長さんがかわいそうだなと思ったから、ちょっと大きい声で、政治や経済の不安を煽って、布教活動をやるのはカルト宗教の手口だよね、とか、南無名法蓮華経だから、〇〇会か〇〇学会かな、とか言ってやったの。 そして、ちょうど店員さんがお水を持ってきたときに、まあ、後ろの席で宗教勧誘してるんですけど、店長さん困ってますよ。助けてあげないんですかって言ったの。そしたら、後ろの席に座ってる宗教ババアが、いきなりこっちを振り向いて、これは勧誘じゃなくて勉強会なんですよ。この人、この宗教に入ってるんですけど、 なかなか集会に参加してくれないから、こうやって来てるんですよって、めっちゃ慌てた様子で、こっちに説明始めたのね。でも、その前に、後ろから聞こえた会話の限りだと、店長さんははっきり、無宗教ですって言ってたの。あれおかしくないですか 店長さんは無宗教だって言ってましたよって、こっちが指摘をしたら、宗教ババアは僕の声を遮るように、大丈夫です大丈夫ですって、大丈夫って言葉連呼して発狂し始めたんだよ。さすがに、まあ宗教ババアの迫力に負けた店長さんもか細い声で、あ、大丈夫です。心配してくれてありがとうございますって、 最終的に折れたのね。で、俺もちょっとあまりにも理不尽すぎないかなと思って、頭の中で、ね、ん食べながら、店長の救出作戦を考えたの。で、その作戦は、宗教ババアが店から出るまで席を離れない。そしたら、その気配を、 店長さんが刺したか、ドリンクをいっぱいサービスしてくれたんだよ。で、もうここから俺は、このドリンクの恩義に報いようと思って、1時間ずっと居座ったのね。そして2、2人のうち1人が席を立って、トイレに行ったんだよ。んで、僕はここがチャンスだと思って、トイレから帰ってくるババアに、 どんな勉強会してるんですかぜひお話を聞いてみたいですって声かけたのね。すると、ババアは、まあ喜んでニコニコし始めて、もう一人のババアに、あ、私こちらの方にお話をするんで、そっちを任せて大丈夫ですかって言って、僕の向かい側の席に座ったのね。そこから、僕バーサス宗教ババアの あバッチバチな戦争が始まるのね。まず、ババアはテーブルに宗教の本を置いてパラパラとページをめくりながら自分の宗教の教えを話し始めたの。正直、この辺はまあ僕もあんまり詳しくないからまあ適当にまあうんうんっていう感じで合図を打ちつつまあさらっと流したのね。で、次にババアは その宗教団体が敵対している宗教団体の悪口を言い始めたんだよ。で、俺もよし罠にかかったと思って、ババアの宗教の信者が過去に起こした事件っていうのをいくつか話して、あなたの宗教は他の宗教を批判できるほど立派なものですかって尋ねたんだよ。そしたら、その事件、 を全部敵対ししてる宗教団体のせいにし始めたんだよねまあ俺からすればまるっきり陰謀論だったんだけどまあそれに関してはちょっと軽いジャブのつもりだったからまあそこから、まあ、相手の話を信じるふりをして次に、まあ、その宗教が煽っている政治不安や経済不安について尋ねたんだよ。 そこが一番相手の勘に触ったらしく、いきなり、その宗教が発行している新聞を、何部かテーブルに置いて、記事を指さしながら読み始めたのね。まあ、正直、まあ、間違ってることも多かったし、まあ、過剰に書いてる部分もあるから、まあそこはスルーして、で、俺は、それって、南無明法蓮華経を唱えるだけで、 解消されるんですかって聞いたんだよ。そしたら相手が何も言えずに黙っちゃったのね。で、これはチャンスだと思って、とどめさそうと思って、社会不安や政治不安を煽りに煽って宗教勧誘することは、その宗教団体の教えに反しませんか何よりも無責任だと思いませんか 宗教は自分が信じたいと思って信じるものだし、店のお客さんという立場を利用して、店長を長時間拘束することは、一種のマインドコントロール営業妨害だと思われても仕方ありませんし、店長さんも苦い顔をてるし、そろそろ解放してあげてくださいよって言ったの。そしたら、今度は相手もまだまだ懲りずに、よかったら今度、 集会に参加しませんかって、僕を勧誘し始めたのね。さっきテーブルに出した、まあ、<laughs> 新聞の左上に自分の名前と電話番号を書いて、まあ僕に渡してきたんだよ。で、俺もそろそろもう手引こうと思って、あ、もう時間も遅いんで帰りますって言って、伝票を手に取って、まずトイレに向かったのね。で、そこで、まあゴミ箱の中に、 見えないように、その新聞を捨てて、まあ、そそくさ、帰ろうとしたの。レジで会計を済ませて、帰ろうとしたら、わざわざ、店長さんが店の外まで送ってくれて、見送ってくれて、そこで、大丈夫でしたかって声をかけたら、私、無宗教なんですけど、これも商売だから仕方ないですって、まあ、日本語で返してくれたんだよ。 で長時間立ち話をすると万が一新聞をゴミ箱に捨てたことがバレると思ったからすぐ自転車に乗って立ち去ろうとしたところにさっきのババアが大声で「まるさんなんでさっき渡したものをトイレに捨てるんですか?」って新聞を手に持って出てきたの正直俺ゾンビだと思った さすがに俺もちょっと罰が悪くなって、トイレに忘れたんですよ、すみませんって、受け取ろうとしたんだけど、もう半分発狂してて、その後何言ってるかわからない感じだったから、そのままお店の前に放置して帰ったんだよね。で、まあ今回、まあ、俺がこの話をするにおいて、まあ、伝えたかったことっていうのは、まあね、宗教っていうのは、信じたいものを信じればいいと思うの。 でもその一方を社会不安だったり、ね、人のコンプレックスにつけ込んで、まあ、進めてくるやつはマジで危ないし、関わったら一生台無しにしてしまうかもしれないから、まあ、若い人たちは本気で気をつけてほしい。まあ、大学のサークルとかね、特にね。っていう話ですよ。で、もし、まあ、この動画が面白いためになったと思ったら、まあ、高評価お願いします。 あと、チャンネル登録、お願いします。以上、えー、今日のミズニンの動画でした。